一本で、ただいまより。日本打てアンダー20とサボ打て僕ソロに来たあなた方とで作る。ちょっとここでうっすぐすぐみたいになるともうカップルができないですよ。4本打てリンクス始めたいと思います。よろしく。よければ一緒に皆さん前の方に来て踊ってください。
Thank you.
とう。どうもアンダー20と申します。皆さんこんにちは。MC ですよ。こんにちは。ね、本当に素晴らしいライブがね行われてますけども、楽しんでますか？いえ、ね、無理やり無理やり感、これが無理やり感と呼ばれるもの。まあ我々は自己紹介でもしますか？いいですっていうことなので、アンダー20っていう名前だけでも覚え帰って帰ってください。よろしく。明らかに MC が下手なんですけども、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとう、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。わあ、嬉しい、完成。なんかすごい知らない間にね、大人気バンドになりましたね。あ、早くやらないともうダメなんです。17分もあるんですね。そうですね、まだあいつが17分も喋るのかと思うと地獄のような時間ですけどもね。きついですね。しんどいですか？まあ世間は広いもので、まあ、いろんな人がいますけどもね。僕はどっちかっていうとどういうタイプですかね、なんかわかんないですけど、まあイケメン、まあイケメン的な部分はあると思う。ある種ね、ある種ですよね。で、誰もまあまあある種そういうイケメン的な部分はあると思うんですけども、まあそういうのを踏まえてやっぱり何ですかね、大学生をどうやって楽しめばいいかなって残り1年間真剣に考えてるんですけども、やっぱりもっと可愛い顔に生まれたかったなって。なんか今日ありがとうね。でも日村って言われましたよ、さっき。日村完全にバカにしてるな。ヒムかわいいなんてないです、造語がね。本当失礼に当たる。いやもうそう、いやいや大丈夫です。でもね、でも確かに僕高校の1年生の時から軽音部の先輩にも、あいつ日村みたいな、あいつ誰やみたいな。いかんじゃなくてよかったです、ね。まあもっとか、まあ、でも竹どっちかっていうとかわいい顔ですね。竹の顔せーの、歌いたいと思います。よろしく。昨日はコピーバンドの方がやったかどうかは知らないですけど、八王に現れたかもしれない大魔王ですね。これボス通りの本家が呼ぼうかなって。いやー怒られるよ。そろそろコールアンドレスポンスってしますよ皆さんね。大魔王って言ったら僕は山頂の皆さんに出てくるんですね。よろしく、やってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。大魔王参上、大魔王参上、大魔王参上、大魔王参上。天性のリズム感ですね、皆さん。もっと大きい声出してくれてもいいですか。もう一回だけ練習したいと思います。一緒に盛り上がってください。
はい、ありがとうございました。皆さん来てくれてありがとうございます、ということで、我々アンダー20、1,2,3,4,5,6,7 曲もやらせていただくんですが、7曲目ラストということでね、我々最大のキラーチューンをやって帰りますか。2013年最大のキラーチューンをね、本当に敬意を払って私は我々ねファントムにミスターをつけたいと思います。ありがとうございました。最後盛り上がって帰ってください。ミスターファントム。We'll be right back.